今日から、学校の単元の中に入っていきたいと思いますですね。ですね、理科からやりたいと思います。理科がまあちょっとどこに行くかわからないんですけれど、ですね、その中にカッコマンちょっとね、自分の中に書いてある、では理科はですね、多分ですけど、2分野からじゃなかったかな。いや違うな、1分野かな、まあ、分解と化合というところかね。はい、どこか理科は学校入ったとかあります？学年課っていうところ。よっしゃー、OK です。予定通りです。じゃあですね、これ持ってる人は20ページを開けてください。分解と化合というのがあります。ですね、ちょっと古いやつは同じかな。分解と化合というところですね。持ってきてない人がいたらごめんけど、今もらったやつちょっと貸しちゃってね。あの2冊あるけん、1冊をね、ごめんね。お互いに協力しましょう。で、前から塾に来てる人はこれを忘れずに今度から持ってきてください。はい、じゃあ分解と化合というとこからいきます。いいですね。理科と数学はめちゃくちゃ取りやすいです、今度のところ。ほんとマジでだから高得点目指しましょう。特に数学はですね、後で言おうと思ったけど、今度の範囲は100点狙えるんですよ。もうこれから先100点が狙えるところってここしかありません。2学期の一番最初しかないので、いいですね。はい、だからそれだけ気合い入れて一緒に頑張っていきましょうね。じゃあノートを出してください。まず分解というとこからいきたいと思います。先生の音忘れました。あなかなか厳しいぞ世の中は。じゃあちょっとこれ後ろに回して、はい、紙使ってください。ああすいません、はい。はい、じゃあ始めましょう。分解というのからいくんですけれど、その中でも熱分解というのからいきますね。分解というのは一体何かというと、はい、一つの物質が二つ以上に分かれる化学変化のことです。ですね。ですね、その20ページのところに分解というのがあるんで探してください。分解というのを探して、で、ノートに書きましょう。分解って何ですか？1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる化学変化のことですね。はい、それは何かという問題が出るときは、あのね、分解値解析を探したら必ずページがですね、20ページの14番で分解と化合値解析、この分解というのがありますので、多分赤で書いてあると思いますから、1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる化学変化のことを分解と言います。素敵な、
たまりよ。20ページ違うね。なんで？ね。2人はこれ持ってきてますか？始まったら食べたらダメですよ。ですね。ちゃんと時間あげましたか？先生、これカリーに貸していいですか？はい、カリーに貸していいですか？あ、イエスイエス、どうぞどうぞ、ありがとう、ありがとう、助かる助かる。はい、じゃあ行きましょう。その中で熱分解というのがあります。分解、1種類の、物質が2種類以上の物質に分かれる化学変化を分解と言いますが、その中で熱分解というのがありますね。これが入試にものすごいよく出るんですよ。入試にものすごくよく出ます。で、炭酸水素ナトリウムの熱分解というのがありますので、実験のところをちょっと見てください。実験のところ本当にね、理科も取りやすいけんね、絶対点取りましょうね。ここ他の人は取れないんですけど、あ、ですね、14番とかで探してる。うん、同じだと思います。あの内容は、内容は一緒です。タイトルは違うんだけどね。で、炭酸水素ナトリウムの分解という実験のところを見てください。炭酸水素ナトリウムを加熱し変化して生じた物質の性質を調べる。もともと装置内にあった空気が出るので、最初の1本目の気体は捨てる。はい、そこマーカーで塗ってください。最初の1本目の気体を捨てるのは何ですかというわけですけど、なぜですかって言ったら、ですね、試験管内に空気が入っているので、その空気と混ざって空気が出てくるので、1本目は捨てます。2本目から純粋な気体を取りましょうということになりますね。これ時々記述式で出る時があります。最初の1本目の気体を捨てるのはなぜかというわけですね。初めに装置内にあった空気が出るのでということになりますですね。はい、注意と書いてあるところ、ここよく出ますのでしっかり見てください。いいですか？加熱時は試験管の口を少し下げるですね。なぜかというのが出ますので、後でバッチリノートにまとめて説明しますから、試験管の口を下げるというところをね、マーカーで塗っておいてください。普通ってさ、常識で考えてね、試験管ってこんな風にして加熱する場合が多いとよ、もしくはこういう形にして加熱する場合が多いとよね。そこを見てもらったらこんな風になってるわけよ、試験管がこんな風になってるわけ。こんな加熱の仕方って普通めったにしないんですよ。理由があるんです。ちゃんと本当はこっちの方がいいですよ、しやすいですよね。これってこの物質がこっちに落ちてくる可能性もあるよね。それでもこっちの形でしないといけないという理由があります。はい、いいですね。試験管の口を下げるのはなぜかという理由がありますので、はい。であと火を消すときはガラス管を水槽から抜く。マーカーの色を変えてそこも塗ってください。実験で注意しなくちゃいけないことが2つありますですね。実験で注意しなくちゃいけないことが2つありますですね。試験管の口を少し下げることと、火を消すときはガラス管を水槽から抜くというこの2つが大事になります。いいですね。マーカー入れたらは？いや、あんたたちも自分のものや聞いて。いや、塾から貸し等とはあれやっていう話で、はい、いいですね。いいです、もちろん。で、マーカーの色を変えてくださいね。試験管の口を少し下げることと、ガラス管を水槽から抜くというのを、マーカーの色を変えましょう。全く別のことなので、別の時はマーカーの色を変えてくださいですね。はい、次いきます。気体は石灰水を白く濁らせ、水から燃えたり他の物質を燃やしたりしなかった。もうこれ分かるよね。石灰水が白く濁ったということは、発生した気体は二酸化炭素だということが分かります。液体は青色の塩化コバルト C、 はい、そこマーカー塗りましょう。青色の塩化コバルト C、
を赤色に変化させたですね。青色の塩化コバルト C を赤色に変化させた、塩化コバルト C ときたらその液体は水の時しか反応しないです。ですからその液体は水だということが分かりますですね。加熱後の白い物質は、炭酸水素ナトリウムよりも水によく溶け強いアルカリ性を示した、はい、水によく溶けと強いアルカリ性というところもマーカーで見てくださいですね。はい、炭酸水素ナトリウムを加熱すると二酸化炭素や水、炭酸ナトリウムなどの別の物質になるということです。一つの物質が二つ以上に分かれることを分解と言いました。特に熱を加えて分解することを加熱分解と言います、ね、熱分解と言います。熱分解で、まとめがあります。炭酸水素ナトリウムの熱分解は炭酸ナトリウムから、ごめんなさい、炭酸水素ナトリウムが炭酸ナトリウムと二酸化炭素と水に分かれますということですね。で、酸化銀の熱分解は酸化銀が銀と酸素に分かれますということなんですけど、さあここからノートにきれいに説明をしていきますから、もう俺の39年間の集大成ですから、いいですか。今ここに書いてあることをいかに分かりやすくノートに取るかっていうことを今からバッチリ書きますからね。いいですか。これも俺ものすごい自信なんですよ、ここの説明。本当に誰よりも分かりやすく説明する自信があるんで、本当そういったすごいコーチから習うんだというね、そこちょっと自信持ってついてきてください。信用してください。ではいきます。2年生になったら点数上げますよ、本当に。1年みたいなね、赤ちゃんみたいな点数取りませんよ。もういきますよ。熱分解、まあ、熱は変えてなくても分解で、特に炭酸水素ナトリウムが分解の、王様ですね。炭酸水素ナトリウムを加熱すると炭酸水素ナトリウムを加熱すると炭酸ナトリウムと二酸化炭素と水になります。はい、格好ができたらですね、オレンジペンとか赤ペンって書いて、後で何回もこう上からかぶせて暗記できるように、まあ、こっちも暗記ちゃんとなってるんでね、こっちもいいっちゃいいんですけど、はい、炭酸ナトリウムと二酸化炭素と水に分かれます。で、実はですね、これ化学反応式前は出たことなかったんですけど、最近出るんですよ時々。やっぱりね、ゆとりが終わってレベル上がってきたなってつくづく思います。本当にこれ覚えますよ。2倍の NaHCO3 NA2CO3 CO2 H2O ね、2倍の NaHCO3、実はこれ炭酸というね、 CO3 って炭酸なんですよ。これは二酸化炭素、これ炭酸なんですよ。炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウムですね。さあ、さっきちょっと出てきたんですけど、このこれとこれが白い固体なんですよね。固体なんです、似てるんですよ、白い固体。じゃあ分解する前と後で同じ物質か違う物質か別の物質になったということを確かめるために、この2つを水に溶かしてみるわけです。水に溶かします。そうするとこいつは少し溶けますけど、こいつはよく溶ける、だから別の物質だっていうことが分かるんですよ。こっちは溶け方が少し溶けるぐらいなんだけど、こっちはよく溶けるんです。
なんでこんなことやってるかというと、化学反応の前と後で同じ物質か違う物質かを確かめるためにやってる。わかりますか？なんで水に溶かすとかね、そういったことも考えないと、理科というのはなぜですかというのがポイントなんです。なんでそんなことするんですかというのがポイントなんで、いいですか、別の物質であるということを確かめるために水に溶かしてみるわけです。もう一つあります。もう一つ、今度はフェノールフタレニンというのを入れます。フェノールフタレニン、まあ溶液にしておきますよ。どっちで書いてありました、合わせよう。フェノールフタレニン液とかフェノールフタレニン溶液、あ、書いてないし、まあ、もう溶液にしておきます。フェノールフタレイン溶液というのがあります。で、フェノールフタレイン溶液に入れるとですね、何が起こるかというと、こっち薄い赤になるんですよ。薄い赤、こっちは濃い赤です。同じ赤でも色が違います。じゃあフェノールフタレインってどういう液なのかというと、アルカリ性でですね、アルカリ性で赤色になるんですよ。みんな知ってるのは、あれだと思うよね、リトマス、リトマス試験紙とかリトマス液っていうのがあるんですけど、これはアルカリ性で赤になるんですよ。リトマスはアルカリ性青なんですから気をつけてください。アルカリ性で赤になります。もともと無色です。もともと無色、色がついてないんです。色がついてない、アルカリ性だったら赤になるということです。じゃあここで皆さんの常識ですね。色が薄いということはアルカリ性は強いですか弱いですか？弱い。弱いやろ。正解正解。色が濃いということはアルカリ性が強いということ、そういうことなんですよ。いいですか、この表1個で炭酸水素ナトリウムの全てが理解できるような表なの。もう俺も本当にめちゃくちゃ大げさで言うけど、日本で一番分かりやすいと思う。本当にどんな問題の出し方されても対応できるようにしてるからですね。これアルカリ性が弱いということです。薄いからアルカリ性が弱いんですよ。はい、こっちアルカリ性が強いんです。アルカリ性が強い。もう目覚めないかんですよ。いつまでもバカなふりしたらダメですよ。いいですか、本当に真剣に勉強していかんと、なりたいもんにもなれんよ。はい、目指すは100点ですよ。最初からね、80点でいいとかね、そういう弱くじゃダメですよ。ビリギャルとかさ、ね、なんとか事件ないとかやな、下克上事件とか本当にあったことやってさ。はい、二酸化炭素はもうこれ小学校の時から出てきましたね。石灰水が白く濁らせるね、石灰水を白く濁らせる。二酸化炭素は石灰水の中に入れると石灰水白く濁らせます。石灰水が白く濁るにしましょうか。石灰水が白く濁るにしましょうね。石灰水が白く濁る、石灰水の中を通すと石灰水が白く濁ります。さあ水です。水、この液体が水かどうか。青い塩化コバルト C ね、塩化コバルト C、 紙ですが青くなります。もうこれで全て、まず前半戦、炭酸水素ナトリウムの大事なポイントがこの中に全て入ってます。どうですか、青い塩化コバルト C、
塩化コバルト、コバルトってカタカナで書いてますからね、青い塩化コバルト紙が赤くなります。水にだけ反応すると言われています。他の液体には反応しないですね。その液体が水であるかどうかを確かめるためには青い塩化コバルト紙にその液体をつけると赤になったら、あ、その液体は水だということが分かるということです。今日これやってるのを化学と言いますけど、皆さん将来理系の方の仕事に就こうと思ったら化学は絶対にいりますからね。しっかり勉強していきましょう。いいですか。じゃあ一応もう一回説明をして次に行きますからね。いいですか。炭酸水素ナトリウム NaHCO3、 名前の呼び方をもう一回説明しますからね。こっち側に呼んでいくんですよ。こっち側に炭酸水素ナトリウム、ナトリウム水素炭酸って左から右じゃないです。右から左に呼んでいくんです。化学は全部です。例外はありません。炭酸ナトリウム CO3 が炭酸なんですよ。こいつが炭酸なんです。このところなんとなくわかるでしょ。 H 水素は必要でしょ。さすがに H 水素はわかると思います。炭酸水素ナトリウム右から左、炭酸ナトリウム右から左ね。ここはもう二酸化炭素水はいいんで、ですか。はい、というふうに学校で習いました。いいですか。当然こいつってレベルが高いでしょう。ここは当然ここできる人とできない人って分かれるでしょう。過保護人とかは多分できるでしょうね。スーパー特進とか通る人できるでしょう。追いついていきましょう。つまり俺が言わんでも自分でこう練習するんですよ。あのね、簡単なとこと難しいとこって必ずあるんですよ。いいですかね。だから化学反応式が難しいなと自分で分かるでしょ。分かるでしょ。そしたら練習しなさいと思うんです。自分からですよ。積極的にですよ。自分で判断して、あ、これやべえ、ちょっと覚えきらんかもしれんけんって言って、これを皆さん最低 2,3 回は練習してください。まあ俺は5回ルールにしてるけど、とにかく一人より練習すること。それで試合に負けたらしょうがない。練習してないで負けたらね、落ち込む必要がない。落ち込む資格がない。ああ悪かったとか悩む資格がない。練習してないと。勉強してない人が悪い点数取ってなんで落ち込む必要があるんですか。勉強したやつが点が取れんで落ち込むのは分かるんですよ。5回書くんですよ。ほらぼっとしない、ぼっとしない。もう2年生ですよ。いいですか。一番大事なんですよ。一番大事なとこなんです、2年生は。いいですか。いつまでも1年生みたいなね、甘い気持ちで持っちゃったらダメですよ。後で泣きますよ必ず。頑張って頑張って。全然まだ能力出し切ってないけん。はい、 NaHCO3 ね、 NA2CO3CO2H2O になります。練習してますか。化学反応式授業時間内に覚えるんですよ。とにかく習ったらもう一回説明をしますからね。それで化学反応式練習してください。何回か練習してください。あとで授業が終わる頃にもう一回聞きますからね。何人ぐらいの人が覚えちゃうか。覚えようって気持ちありますか。練習してますか。なんかじっとしてますよ。それじゃダメじゃないですか。いやいや全然書かせられるじゃん、テスト。だから書かなしょうがないでしょ。頭の中を脳が調べたりしますか。そんなことしませんよ。はい、テストなんか書かないかんとですよ。ただ書く練習するしかないんですよ。2倍の NaHCO3 ですね。 NA2CO3 ですね。プラス H2CO2 プラス H2O です。じゃ
じゃあ練習してくれたらもう一回説明をします。もう一回説明をします。じゃあちょっとこっちを見てください。いいですか。もう一回説明しますからね。今日分解というとこからスタートしました。理科の2年生の理科、化学というとこなんですよね。分解、分解というのは一つ一種類の物質がですよ、2種類以上の別の物質に分かれることです、ですね。それを分解と言います。特に熱を加えて分解することを熱分解という。で、その代表、分解の代表って2つしかないんです。2つしかない、熱分解の代表、炭酸水素ナトリウムと酸化銀、この2つを多分実験します、学校でね。実験前に一応知識を入れておきましょう。こうなるはずだと思って、で、白い粉炭酸水素ナトリウムを試験管に入れて熱を加える、バーナーで加熱すると、中が白い、これ変化があんま分からんとですけど、炭酸ナトリウムと二酸化炭素と水に分かれるんです。3つに分かれるわけです。3つに分かれます。じゃあ出てきた気体が二酸化炭素かどうか調べるために石灰水を通すと確かに白く濁るんで、あ、二酸化炭素が出てきようなというふうに思ってください。から試験管の少し下げたところに液体がたまるんです。じゃあこの液体は何かということを調べるために、塩化コバルト紙、紙ね、塩化コバルトという紙にその液体をつけると青から赤に色が変わる。塩化コバルト紙が青から赤に変わったらその液体は水だっていうことが分かる。それから一番最初も化学反応が終わった後もどっちも白い固体なんですよね。白い粉末なんですけど、じゃあ本当にこの2つの物質が違う物質かどうかを確かめるために水にちょっと溶かしてみると、こっちは少しは溶けるけどあまり溶けない、こっちは非常によく溶ける。ということは反応の前と後では別の物質になったなということが分かるわけです。同じ物質やったら溶け方も一緒でしょ、当然。そうね、何のためにしようかを考えるんですよ。別の物質になったということを確かめるためにしてるわけです。それからフェノールフタレイン液、フェノールフタレイン溶液というやつに入れるとね、混ぜるとこっちは薄い赤色になりますけど、こっちは濃い赤色に変わります。ところでフェノールフタレイン溶液というのはもともと無色透明なんです。無色、色がありません。それがアルカリ性にだけ色が変化して赤色になるんですね。じゃあ薄い赤色というのは当然アルカリ性が弱いよということです。濃い赤色になったということはアルカリ性が強いよということなんです。その証拠なんですね、色が濃いということ。いいですか。はい、というわけでいいですね。全く別の物質になったということが分かるんです。そうでしょ、溶け方もよく溶けるようになったし色も濃くなりましたから、初めの物質とは違うぞということが分かるんですね。はい、じゃあですね、これが前半戦です。前半戦、あと後半戦、記述式のとこあるんですよ。そこまで今日全部教えますから、いいですかね。意識して勉強してください。もう最初からバンバンいきますよ。最初から飛ばしましょう。ガンガンできるようにしていきましょう。いいですか。こうね、一分野はね、どっちかっていうと女の子があんまり得意じゃないとこなんで、はい、とってもなんかね、チャンスですよ、チャンス。じゃあね、NAHCOS、ちょっとちびっちゃい教師の人見えにくいかもしれんけど、なんで2がいるかを説明しますからね。なんで2がいるか、これはですね、皆さんの卒業生の人たちがですね、合格したりしたらお礼にお菓子とか持ってきてくれるんですよ。でそれが入っちゃった箱を利用してですね、箱を利用してこれを作りました。ちょっと色が薄くなってきたけど新しくもう一回作り直さなかもしれない。はい、 NaHCO3 です。炭酸水素ナトリウムです。
で、なんでそれが2位なのか、なんで2位がつくのか、今から実験しますからね。はい、熱を加えるとこの原子と原子がくっついているところが切れます。いいですね。エネルギーをもらって切れて別の物質になるんですけど、じゃあ二酸化炭素と水ができるとしたら、ほら O が1個足りんでしょ。あ、ごめん、 H が1個足りんでしょ。足りんでしょ。結局分解しても水ができないんですよ。じゃあ2つだったらどうかっていう話をしますね。 NaHCO3。なんでこれを2個持ってきたかです。はい、2個持ってきたらどうなるかというと、まず二酸化炭素を取り出しましょう。水を取り出しましょう。はい、そしたらですね、あ、H2O やと、ごめん。はい、水を取り出しましょう。そしたら何が残ったかというと、これが残ったんです。 NA2COC です。炭酸ナトリウムと二酸化炭素と水、ちゃんときれいに出てくる。1個だったら水ができないんですよ。 H2O にならない。 H1 個しかない。 H2O にするためには、いいですか、もう1回いきますよ。もう1回見てたら分かりますからね。 NaHCO3。もう1回1個だけの時分解してみますね。分解というのは化学変化というのはですね、原子の種類や数は変わらないんですよ。化学変化は化学反応の前と後で原子の種類や数は変わらないんです。その組み替えを変えるだけなんです。組み替えるだけなんです。で、これを今から組み替えようとするわけですけど、まず二酸化炭素を取って水を取ろうとした時に H が1個足りない。しかもこっちナトリウムだけしか残らないですね。じゃあもう一回いきましょう。いいですか。なんで2がつくかの説明をしてます。じゃあこれを2個持ってきて、今度はうまくいくかどうか確かめると、熱を加えると二酸化炭素ができました。熱を加えると水ができましたね。はい、そしたら Na をここに下ろしてくると Na2CO3、 炭酸ナトリウムと二酸化炭素と水ができますよということです。だから俺すぐ分かるです、勉強したかどうか。炭酸水素ナトリウムの、化学反応式書きなさいって言って Na って書き始めたらもうすぐアウトです。2って書ききらんとダメです。2からスタートなんで 2NaHCO3 なんで。いいですか。なんで2がいるかも今説明ちゃんとしましたからね。大丈夫ですか。分かりましたか。これは入試によく出るんですよ、ほんとマジに。めっちゃくちゃよく出るんですよ、炭酸水素ナトリウム。ほんとに2年中ね、大事なことがいっぱい詰まっちゃうんですよ。やっけ、前と同じようなね、のんびりと勉強してなんか60、70取れたらまあまあいいかみたいな、そんな勉強の仕方やったらまず下がります。レベルが上がる分だけ勉強の仕方変わらんやったら下がります。当たり前ですから。だから勉強の内容がレベルが上がるにつれて自分をちょっと勉強してキープですよ。それ以上勉強して上がってきますから。いいですか。もう1年と全然違いますから。いいですね。分かりました。今の説明分かりました。じゃああと記述式のとこちょっと書きますからね。はい、もう今日ね、炭酸水素ナトリウムの全てを説明しますから。分解、もういち早くそれをマスターしていってください。誰よりも早く。さあ楽しく絵を描きましょう。絵を描きましょう。いいですか。ガスバーナーを描いて、試験管を描いて、そうですね、ゴム管です。これガラス管ですね。でガラス管をこう入れて、試験管ですね。はい、ここは何でしょうね。液体が出てきたらそれを冷やすのを何と言いますか。冷却水と言います。ここは冷却水です。冷却水、ただの水ではありませんね。
液体の水蒸気を冷やしたりするね、ということ。あ、ごめん、すいません、今回これいらなかったって。あー、ごめんなさい、石灰水の中入れたらよかったって。すいません、ごめんね、書いてた人ごめんなさい、本当に。この中が石灰水です、ごめんなさい。ここが石灰水、試験管の中に入れちゃってよかったです、石灰水。さあ、いろいろ変えていきますよ。ですね、ここです、ここに水が溜まります。液体が、液体が溜まった様子をこうちょっとね書いておいてください。ここに液体が溜まります。はい、1番ですね。注意せないかんことですか、ここのことです。試験管の口を少し下げるのはなぜかですね。試験管の口を少し下げるのはなぜか、はい、今は記述式ですから、ただの丸暗記じゃないで、書かせない文で書かないかんですね。一番最初に言いましたように、試験管って当然こう割と立てたりとかねして加熱するのがしやすいんですよ。わざわざこんな加熱しにくいようなことを、この試験管の口を少し下に下げるのはなぜですかということなんですけど、はい、発生した液体が、まあこれ水のことですけどね、こいつです、こいつ、発生した液体が加熱部に流れ込み、はい、あとはもう試験管が割れるのを防ぐため、これは別に大したことない、試験管が割れるのを防ぐため、試験管が割れるのを防ぐため、防ぐため、はい、まず書いてください、説明しますか、いいですか。試験管の口を少し下げるのはなぜか、発生した液体が加熱部に流れ込み、試験管が割れるのを防ぐため、もう今日もね、1回目の授業ですけど、炭酸水素の成分の分解を本当にここまでがっつり説明を聞いてもらったら、期末考査の20点分ぐらいこれ取れます。もう1回の授業100点満点で20点ぐらいは取れますよ、本当に。たったこれだけ、いいですか。これ持ってきちゃう？持ってきてない？あります？よかった。あ、いいよ。じゃあ消しますよ。消しますよ。あ、消しますよ。一回ちょっと、もう一回説明する。ちゃんとガッツリ。ですか。ガッツリ説明するってね。書いた？この言葉の意味を説明する。ですね。で、あと勉強の仕方なんですけど、これ2つのパートに分けたらいいです。発生した液体がというのと、加熱部に流れ込みというの、この2つのパートに分けて覚える。あと試験管が割れるのを防ぐためはもう別に覚えると思わんでも頭に入るんです。はい、いいですか。理科が嫌いな人、やる気がない人に共通なこと、
うわ、長い、こんなん私が覚えきるわけないやんって言うんですよ。もう最初からもう全てマイナス思考ですからね。もうできんできんばっかりなんですよ。ほんだったらもう最初から勉強やめちゃったらいい。もう就職の準備をしよったらいいと俺は思う。でも仕事についても仕事が与えられたのできんできんじゃ給料ももらえませんし、すぐリストラにありますね。え、親はいつまで元気か分かりませんので、もう俺は本当高校生になったらバイトしてほしいんでね。高校生バイト禁止が多いんで、あれもう俺大嫌いなんですよ。高校生になったらバイトして社会のやっぱりいろんな勉強をして、自分のお金も小遣いを自分で稼いで、ぜひそうやってほしい本当はね。じゃあちょっとこっちもう一回行きますよ。ですか、こうさっき言ったようにさ、こういう風にして加熱するのが普通だって話をしましたね。でこうやって加熱したら何がまずいかって話、今回これ水が出てくるわけよね。さっきここに水があったでしょ、 H2O。 でお風呂のことをちょっと思い出してください。お風呂ね、例えばこう水蒸気が上に上がっていって、で天井とかについてポタポタ落ちてくるイメージをしてください。いいですか、お風呂に入るよ気持ちよくね。でちょっと洗い場にこう出た時に、なんか上からポタポタポタって落ちてくる時、あれめっちゃ冷たく感じるでしょ。わかりますか、天井から落ちてくる水滴、あれは全然あったかくないですよ、冷たいんですよ。あのイメージです、あのイメージ。ここに水蒸気がこの試験管のここにくっついて、これがこうね下に降りてくるわけ、降りてくるわけ。で加熱部って何ですかって言ったら、加熱部ってここのことなんですよ。当然ガスバーナーで熱してるから相当高温になっちゃうわけよ。めっちゃ熱いところに冷たいのが入ったらパリンって割れる。なぜだか分かりますか、その話までしょ。なんで熱いところに冷たいのを急に入れたら割れるか、いいですか、もう全部頭使いますよ。熱いというのは膨張してるんですよ、目に見えんけど膨張してるわけよ、試験管が膨らんじゃうわけよ。そこに冷たいのが入ってきたら急に縮むわけよ、わかります。そこで歪みが起こって割れるんです。膨張しちゃうのがこんな風にギュッて縮むときに、このここの普通の何も温度がね、高いところやないところとよ、ここの歪みが生じてですね、例えばこのように急にこうギュッて縮まったら、こことここの差があるわけよ、大きさの差が。でここでクラックがこう入ってパリンって割れるということです。膨張しちゃうのが小さくなってということになるんです。それも常識です。皆さん、なんで熱いのに急に冷たいの入れたら割れたりするのか、こうこうこの差です、この差、これについていけないということになります。いいですね。じゃあもう一回いきますよ。加熱部というのはここだというのをちょっと図書いておいてください。加熱部、加熱部図書いておいてください。いいですか、あ、ノート出しちゃってね、ノート出しちゃってね。言います、本当2年生から頑張ったらもうどこでも行けますから。なぜかって1年の内容ってそんなに大した内容ないんですよ。ちょっとやる気になったらすぐ追いつけますけど、2年でサボってしまったら追いつくの相当大変です、相当大変。もう2年で結構決まってしまうかもしれないです。
なぜかっていうと3年もレベル割と高いですから、3年の勉強しながら 1,2 年の復習とかいうのが受験生、2年が全く頭に入っちゃうんで、最初から1年2年全部復習しながら3年をするって言ったら大変な、2年一旦バシッと入っちゃったらちょっと忘れちゃってもすぐ思い出す気いいですか。正規今日俺本当この授業から気合を入れ直したんです、俺自身が。まずいいですか、早く2年生の自覚を持ってください。後輩もできることですし、立派な2年生にね、成長していってください。いいですか、あの先輩は優しいし、教えたらいろんなことを教えてくれるし、勉強もできるしね、頑張りましょう。じゃあ行きますよ、もう一回。バーナーで熱を加えてるとこを加熱部と言います。これ加熱部です。液体ができるんですよね、水が出てくるわけです。まあここはあえて水って書きませんでした、発生した水がでもいいんですけど、とりあえず発生した液体が下に降りてきて加熱部に流れ込んで、で膨張と収縮で関係で試験管が終わるのを防ぐためということになりますね。ですね、あと1個あります、吸収式。あと1個、2番目ですね。はい、ガスバーナーの火を消す前に、ガスバーナーの火を消す前にしなければいけないことは何か。ガスバーナーの火を消す前にしなければいけないことは何か。ガスバーナーの火を消す前にしなければいけないことは何か。今ここにガラス管が、こいつガラス管ですね、こいつガラス管です。石灰水の中に入ってるんですよ、石灰水の中に入ってます。はい、ガラス管を石灰水の中から取り出す、抜き取るって書いてあるのもあります。ガラス管を石灰水の中から取り出す、ガラス管を石灰水の中から取り出さないといけないです。で、それはなぜかと聞かれる時あるんですよ。そこが最後です。もうこれで完全に炭酸水素ナトリウムが仕上がります。もうどこ問題出されても満点取れます。もう一回言いますよ。期末構成20点ぐらいあるんですよ、ここ。いいですか。炭酸水素ナトリウムを出さない先生はいません。10ぐらい大事なポイントが一番最初にあるんですよ。一番最初に一番大事なポイントがあるんでね、だから今日全部説明しました。イエス、100点中の20点まず取りに行きましょう、完全にマスターして。いいですかね。ガラス管を石灰水の中から取り出さないといけない。じゃあちょっといいですかね、書くスペースがなくなったき上消しますので、いいの分かりますか。バーナーの火を消す前にこれをこっち側に取り出してからこいつを消します。今石灰水の中にガラス管が入ってるんでこれを取り出します。まあ、抜き取るというふうに書いてある問題集、まあそれでもいい、もちろん石灰水の中からこう抜いたりガラス管を。はい、じゃあそれなんでそんなことせないかんかっていうのを最後に言いますからね、消しますよ。いいですか。はい、なんでそんなことしなくちゃいけないかというとですね、それはなぜかっていうのが3番目です。もうこれでパーフェクト、本当に俺の39年間の集大成、炭酸水素ナトリウムの教え方研究した結果、それはなぜか、なんでその石灰水の中から、ガラス管を取り出さないかんかということです。はい、これは覚えやすいです。石灰水が逆流し、石灰水が逆流し、で試験管が割れるのを防ぐため、石灰水が逆流し試験管が割れるのを防ぐため、試験管が割れるのを防ぐためは何回も出てくるんで、ここは誰でも覚えてるみたい。割れるのを防ぐため、
ね。2年生から生まれ変わりましょうね。いいですか。活躍してください。ですね。じゃあなんで逆流するかっていう話、最後こう逆流するんですけど、あっちを消したらなんでかっていう話をしますね、最後にね。それ聞かれたことはないんです。でも丸暗記よりなんで逆流するかっていう、そこまでとことん覚えちゃったら相当いいじゃないですか。いいですね。これガスバーナーで加熱したらですね、分解するんですけど、分解したらこの中が二酸化炭素とか水蒸気が溜まってくるわけですね。分解してる間はこっちの圧力が大きいんですよ。分解してる間は圧力値なんかっていうとですね、この教室の大気圧があるわけですけど、1センチ真四角1キロの重りで押してるんですよ。ただ俺たちの表面積何トンとか何十トンしかかかってるんですよ、実は。で俺たちの内臓を抜いて中を真空にしたら一般でブシュッとこう潰れます。そんくらい大気圧ってすごいですね。なんで潰れないのか、吸ってます空気を、空気を吸うことによって中も1気圧になってるんですよ。外から1気圧、中からも1気圧を押し返してるから、俺たちは大気圧の重さを感じてないと言われてます。はい、ですね。でもさっきみたいに本当真空にしたらビショッと一発で潰れるわけです。じゃあ行きますね、もう一回。ちょっと理科で張り切りすぎた時間取りすぎましたけど、もう一回行きますね。なんで石灰石が逆流するか、これを消したら、今ガスバーナーで加熱してると二酸化炭素とか水蒸気が出てきて、でその分子がこの壁にぶつかるのが圧力の正体なんです。今ここに空気、窒素とか酸素でできてる空気があって、窒素や酸素の分子がバンバンぶつかってるわけ。これでそれが押してるわけです。それが圧力の正体なんです。じゃあこのガスバーナーを消したら分解が起こりませんから、二酸化炭素や水蒸気が発生しないわけ。ということは気体の分子がぶつかることがないわけ。つまりガスバーナーを消したら圧力が小さくなるんですよ。さっきまで圧力が大きかったのが圧力小さくなるんですよ。で実はここを大気圧が押してるわけ。こう大気圧、大気圧が石灰水の表面を押してます。この押してる大気圧とこっち側の圧力、ここを押してる圧力、大気圧の方が大きくなって逆流する。この試験管の中の圧力が小さくなるからということです。ガラス管を石灰水の中から取り出すね。それは石灰水が逆流し試験管が割れるのを防ぐため。じゃあなんで逆流するのか、試験管内の圧力が下がるからです。これまで聞かれたことはありません。今まで俺が39年間教えてきてね、ここまで突き詰めてきたとかないです。ただなんで下がる、そのなんで逆流するかっていうのはやっぱ知ってほしいわけよ。それは知っとってほしい。それは知っとってほしいですですね。なんで逆流するのかは本当にぜひぜひ分かってほしい。いいですか、大丈夫ですか、理解できましたか。ちょっと気合い入れすぎましたけどね、もうそう疲れちゃったけど、もうこれで全て焼き、炭酸水素ナトリウムを全部理解したら絶対に100点満点20点取れます。しかも期末には絶対出ます。で今俺が言ったのが全部出ます。例えば、分解する前と後では水によく溶けるのはどちらの方か、分解した後です。フェノールフタイン容器に入れた色が薄いのはどっちか、分解する前です。そんな出し方をしますですね。で何性になるか、アルカリ性になるですね。あの後で見てもらうとね、全部バッチリやって見てください本当に、はい、これで皆さん学校で
実験でも何でも試験でも活躍できますからね。はい、じゃああといきますよ。ですね、まず英語を配ります。はい、もうちょっと俺も気合い入れて資料作りしてますから。前はね、資料作りをしてる間みんなに待ってもらったり迷惑かけましたけど、そうですね、もうちゃんと作って待ってましたからね。はい、学校で英語の授業始まったとかありますか？あった？スプリングバケーションとかそちらっとなかった？はい、いいよね、いいよね。なんかさっき紹介とか言いましたけどね、うん、このレッスン1の前にですね、教科書がスプリングバケーションっていうのがあるんですよ。春休みのやつがあるんですけど、もうそれあんまり試験出らんけんカットしました。でレッスン1になったらですね、学校にこれ持って行ってもいいんですけど、ノートに写しちゃったらいいと思います。そしたら予習バッチリできますからですね。そこちょっと見てください。レッスン1です。アプアティスだったら相撲ステーボーですね。アレン先生は相撲の朝稽古を見学しました。その時の体験を話しますですね。場面の紹介、先週の日曜日にアレン先生はご主人と一緒に相撲部屋に行ってきました。先生たちはそこで何を見てどのような体験をしたのでしょうか。はい、行きますよ。 Last Sunday my husband and I went to Tokyo。まあ分かると思います。先週の日曜日、この前の日曜日、私のハズバンで聞いたことあると思います。夫、 my husband、 私の夫、 and I と私は went to Tokyo。 went も分かるでしょう。 go の過去形、はい、右側に書いちゃうとこマーカーで塗ってください。 went は go の過去形ですね。ですか、右側に矢印引っ張ってありますよね。線が引いてあるよね。 went は go の過去形ですよって書いてあるよね。 went to Tokyo、この前の日曜日、私の夫と私は東京へ行きました。 in the morning、 午前中、 in the morning、 全体マーカーで塗ってください。 in the morning、 これ決まった言い方です。午前中という決まった言い方です。 in the morning、 朝の中、午前中ですね。 We visited the small stable。 はい、私たちは相撲部屋、相撲ステーブル、相撲ステーブル、相撲部屋のことですですね。右側に単語がまとめてあるところがあります。下から2行目に相撲ステーブル書いてあるところがあります。はい、相撲部屋、ちょっとノートに練習してください。スモーステーブルですね。もうとことん皆さんに勉強の仕方を教えますので、とにかく単語出てきたら授業中に覚えてください。本当にマジな話いいですか。試験前に覚えようとするけん無理があるのきついんですよ。日頃から練習しよったら体が慣れますからね。スモーステーブル練習してください。単語は5回ぐらいいけるじゃないですか。それこそ本当スモーステーブル、もう一回言いますよ。右側に単語を書いた表がありますので、そこから下から2行目、スモーステーブル、スモーベアって書いてあるでしょ。スモーステーブル、スモーベア。 In the morning、 午前中、 We visited the small stable。 私たちはスモーベアを訪れました。いい感じ、いい感じ。みんな2年生らしくなるような感じですね。1年の時落ち着きがないわけよ。なんかそわそわしてキャッキャ言うてから、だんだん落ち着いてきますからね。はい、いつまでも浮かれてないでしっかり勉強しましょう。いいですか。 We visited the small stable and watched a small wrestler's practice。はい、いいですかね。練習しました、相撲部屋。
じゃあ本文に戻ってください。本文に戻ってください。 And watched a small wrestler's practice。 そして私たちはね、スモールレスラーズ、これ力士です。はい、これも練習しましょう。単語の一番下にあります。スモールレスラーズ、力士のことですね。プロレスラーと一緒です。あのレスラーです。相撲のレスラーで力士という意味になります。スモールレスラーズ、図は複数の S ですですね。力士たちのプラクティスは練習です。稽古ですね。まあ稽古は練習でしょう。プラクティス。はい、ちょっとだけポイントの説明をします。いいですね。ちょっとだけポイントの説明をします。いいですか。いきますよ。はい、ここに、レスラーズって書いて、ここにアポストロフィー S がついてるんですよ。いいですか。実はこれ本当はですね、本当は後ろにね S がついちゃうと、例えば剣のとかいうとき剣ズってつくやん。この S がついちゃうんです本当は。けど SS って続くのを英語嫌うんですよ。だからこれ何なんのがついてるんですよ、これ本当は。でもこれあえて消してるんです。だからアポストロフィーだけが残ってる。わかりますか。これ剣のとかいうときにアポストロフィー S をつけたでしょ。だから力士たちの練習ですから、力士たちの練習だから、これは複数の S やね。これ複数の S なんです。それは一人でしようやつおらんでしょ。相撲の練習稽古みんなでぶつかったり何人かしてるわけでしょ。だから当然力士は複数の S がついちゃうわけで、その力士たちの練習プラクティスと言いたいときに SS になったらいけないので S が消えましたっていうことです。 OK ですか。わかりますか。はい、OK ですね。 And watched、 見ました。 A small wrestler's practice ですね、力士たちの練習を見ました。はい、で、番号が黒く塗ってありますよね。いいですか。初めて俺の教科書の授業を受ける人は、あえて教えますけど、この番号を黒く塗ってあるのが一番大事なポイントになる。だからこれ全体マーカーで塗りましょう。 It was very exciting. It was very exciting. はい、ノートに移してください。ノートに移してください。 It was very exciting. それはとてもワクワクしました。 Exciting がワクワクしたという形容詞になります。形容詞、興奮したとかいう形容詞だ。もちろんこの IT はですね、 IT はその力士たちの稽古のことです。力士たちの稽古のことです。 Very exciting。 とこうなってますね。はい、今回 B 動詞の過去形が主人公です。こいつがレッスン1のポイントなんです。 B 動詞の過去形、これ is の過去形です。まずは is の過去形ですね。レッスン1で何を勉強するんですか。 B 動詞の過去形を勉強します。で、とてもワクワクしました。 very はとてもワクワクしました。で、exciting って実は形容詞です。これ形容詞です。形容詞を使いたい。エキサイティングは形容詞です。で、実は形容詞の前に B 動詞が絶対いります。形容詞の前には B 動詞があります。形容詞の前には B 動詞がいる。形容詞の前には B 動詞がいります。いいですか？1年の時英語できんでも大丈夫けんなしかわかる。
英語ってね、1年の内容も2年の教科書も全部中に入ってくる。大丈夫。だから2年の勉強しながら1年の復習もできます。当然です。英語って積み重ねですから、一回教えたことは二度と出ないってことないです。いつも出てきます。ですね。だけど、あ、これ1年で習ったことやきちゃんと言うので、安心してこう2年と1年復習をするような感じで勉強していってください。ですか。例えば一番わかりやすい。私は幸せですって書いてもらっていい？私は幸せです。ね。どうせやったらこう感じて一生過ごしたいじゃないですか、皆さんね。自分がイライラしよったら相手にもそれが移って喧嘩になったりする。自分が穏やかやったら相手も穏やかになるんでね。いいですか。だけど俺全然気にしません。なんか人がカッカしてても別に俺は俺なんでいうことで、はい、はい、あ、そうなんですよ。はい、これ背を抜けたら幸福値を覚える結構あるんで、幸せっていうふうに読みたいときあえて送り仮名をつけた方がわかりますね。幸せです。はい、じゃあこれ英文作ってもらっていいですか。英文で英語あんまり得意じゃない人はなんとどうするか、こうします。 I happy、 これはちょっとまずいです。ハッピーというのは形容詞なんですね。形容詞の前にはこれ動詞じゃないですから、動詞やったら主語動詞で2つでいいんですよ。いいですか。英語は必ず主語の後に動詞がいるわけですよ。ハッピーは動詞じゃないです。それはみんな知らないのは、あんまり学校でこれ何詞とか言わないんですよ。ところが高校になったら何詞っていうのバンバン言い出す。だから高校で皆さん困らないようにあえて言いますからね。これは幸せなという形容詞です。形容詞、形容詞の前には必ず B 動詞がいるんです。または I'm とか短縮形でもいいですので B 動詞がいるわけです。 OK ですか。ということが分かっちゃったらね、 I am でも I am でもいいので B 動詞を必ず形容詞の前につけましょう。ということが分かっちゃったら Exciting、 ワクワクしたという形容詞の前に B 動詞をつけないといけないです。ただ過去形なので Am とか Is は Was にしないといけない。はい、今日の勉強の一つ、形容詞の前には B 動詞が必ずいりますよということです。形容詞の前には B 動詞が必ずいります。いいですか。これちょっと言うぐらいですね。 It was very exciting。 はい、でもう一個ちょっと写してください。 The small wrestlers were big, tall and powerful。 はい、それをちょっとここと少し開けて二つ目の文章もう一回言いますよ。黒く塗ってあるのがそのレッスンで一番大事なポイントになります。ね、黒く塗ってるのが一番大事なポイントになります。でそこは書いて練習してください。ノートに移しましょう。4番ですよ。4番、 The small wrestlers were big, tall and powerful というのを頑張って移してください。4番の文章をノートに移してください。その力士たちはですね、 The small wrestlers、 力士たちは were big、大きくて、tall、背が高くて、and powerful、力強かったです。さあ、何が違うかですね。さっきの例文と何が違うかです。映しましたか？はい、ここに複数の S がついていることを確認してください。力士たちはです。その力士たちは複数の S だから、普通だったら今までやったらあーなんですよ。力強いですやったら、大きくて背が高くて力強いですやったらあーなんですよ。はい、
レッスン1のポイントは B 動詞の過去形の勉強だから、これを和にすればいいと。あの過去形は和ですよですね。とても大きくて背が高くて力強かった過去形和です。いいですか。はい、あとはね、これちゃんと訳もここに載ってますし、本文の意味もちゃんと書いてありますし、新しく出てきた単語もありますし、説明がちゃんとありますのでですね、何を勉強しているのか、レッスン1は B 動詞の過去形わずとわの使い方を勉強してますが、もう一回言いますよ。単数の時、イズの時はわず、アムの時もわず、複数の時アーがわ、これ結構イズがわずアーがわって結構リンクしちゃうじゃないですか。アーとわって似ちゃうでしょ。イズとわずも似てるよ。だからそんな悩まなくていいです。大丈夫です。 B 動詞の過去形ね、いいですか。で、大体これみんな慣れてきたら分かりますけど、レッスン1の A は肯定文、普通の文章の B 動詞の過去形。レッスン1の B は何が出てくるか、疑問文が出てくるんですよ。 B 動詞を前に持ってくる疑問文が出てくるわけです。そしてレッスン1の C は今度否定文、答え方、聞かれた時の答え方、だいたいそれにして教科書を作ってるんですよ。だからそれも頭に入れちゃったり、あ、 B 動詞習った、じゃあ今度 B に行く時は疑問文やね、B 動詞を前に持ってくる練習やね、で C 答え方の練習やねと、そこまで先読みする。そしたら大体ね、学校で何を目標に勉強しようか、例えば何でも、サッカーでも何でもそうですけど、今日の練習の目標は何か決めちゃうんですよ、テーマを。そしたら上手になるんですね。何しようかわからんままに走れちゃうと走りようですね。いいですか。先生、何のために今日走るんですかね。かっこいいですよ。お、この前基礎体力をつけた、わかりました、じゃあ基礎体力つけますですね。で、実習生、先生基礎体力5週でいいんじゃないですか。なんで実習なんですか先生、今日機嫌悪いですか。ね、いますからね、なんか機嫌悪いで、お前実習してから、お前たちは家庭がうまくいってないのかなとかね、いろいろあるんですよ。だから客観的に皆さん何のための練習か、ね、もう美術ごめんなさい言おうと分からんけど、まあ、例えばデッサンだったり、ね、陸上やったらスタートの練習だったり、とにかく何か目標があってその練習してるわけよ。だからそこを明確にして練習すると、意識して練習するとめっちゃ上手くなるんです。いいですか。そこを常に、勉強も同じ、レッスン1は B 動詞の過去形の練習、そして今度疑問文の作り方の練習ということですね。じゃあちょっと残り少ないですけど、数学まで、プリント作りましたから、これも絶対これとですね、それからこれも忘れんように持ってきてください。あれですね、いいですか。これもプリント渡したのちょっと家に置いてきましたが、ならないようにしとってくださいね。よろしくお願いします。はい、あと数学ちょびっといきます。ほんとちょびっとで終わります。まだね、聞いたらワークをもらってないってことなんで、もうちょっと俺本当文句言いたいんですけど、はい、多分先生のとこ届いてると思うんですよ。はい、ワークは多分届いてると思いますけどね。ワーク作る会社って、実はですね、裏話しましょうか。教科書を早く手に入るんですよ、あの人たちは。俺たちって教科書ギリギリないと手に入らんけど、あの人たちは教科書がこんな本になる前から手に入るんです。だって教科書を使わないとこうワークできんでしょ。だから教科書変わるときって、出版社の人たちはですね、ワークを作ってる会社の人たちは早めにもらえるので、早くワークできるはずなんです。でも4月には多分学校に送ってます、少なくとも。ちょっとこそっと職員室掃除の人は見てみてください、どこワークないかなって。ワークどっかにありますよ。
こいつやんとかね。俺やったら一番1回目の授業の時やるけどね、あ今度からこれ使うぞみたいな感じ。はい、もうちょっと分かりません、なんでか。じゃあ行きます。ですね、で今回この計算問題がね、2年生一番最初計算問題からスタートするんですけど、ここで本番40点から50点ぐらいテスト出ます、計算問題。それだけ満点狙いやすい。いいですか。あと後半戦に証明といって文章を書きながら説明するのがある。そこを乗り越えたら満点狙えるんです。だからまずこう前半戦計算練習をしっかりしましょう。いいですね。じゃあですね、一番間違えてもいいのでちょっと自分なりにやってもらっていいですか。一番だけでいいです。一番だけ、はい、10の6台ですよ。俺ちょっとここに用意しておきますから。間違えていい、もう自分が思った通りやってみてください。分配法則を使います。分配法則ですね。もう自分でこうじゃないかなと思って計算していいんで。はいはい。あ、いやいや、あのスペースがないきノートがいいですよ。はいはい、書けないですよこれ。これ全部教科書ですからね、あえて教科書のページもそこに載せてますから、学校で教科書習った時に使えるようにしてます。どうしてもわからない人は前にヒント書いておきますので参考にしていいです。ちょびっと1年の復習みたいなとこあるもんね、これね。ちょびっと1年の復習。分配法則はね、多分できるでしょう。分配法則できますかね。分配法則
よし、じゃあ行きますね。すいません、ちょっと隣が終わっちゃいましたみたいです。行きます。丁寧にこう書いた方が多分計算があんまり得意じゃない人はミスが減ると思うんですけどね。分配法則っていうのは多分聞いたことがあるね。でこれとこれの間に掛け算隠れとおけん、中に1個ずつ書ければいいですよってことになりますね。はい、そしたらこれは小学校の時に途中約分という形で習ったはずなんで、1と2で約分して22が 4x、 はい、1と5で約分して2も10、はい、これ答えです。丸つけていってください。丸つけてください。掛け算の分配法則です。ただ分数なので苦手な人おるかもしれないけど、でも小学校の分数に比べたらめっちゃ簡単なんですよ。分数は小学校が一番めんどくさいんですから。それからあとは分数は全然めんどくさくない。はい、これは割り算の分配法則です。割り算は分数になるということはみんな知ってると思います。割り算と分数にする。だからこれ割り算の分配法則で、一旦分数になって約分できたらする、できんかったらそのまましとっていい。はい、答えは 2a-3b。 はい、丸つけましょう。いいですね、大丈夫ですか。3番は1番とほとんど同じです。分数の割り算は逆数、ひっくり返して掛け算にしなさいって小学校の先生が教えてくれたんですよね。ですね。でこいつをできたら前に書いた方がいい。後ろに書くより前に書いた方が計算しやすい。はい、約分すればいいです。1、1、1、2ですね。はい、答えは 3x、 残ったのがマイナス32が 6y、 3x-6y いいですか。はい、分配しましょう。7をかけて 7a-7b。 これマイナスをかけるときにここをマイナス符号をつける人絶対もうほとんど全員なんですけど、苦手な人ここをプラスにする人が多いんですよ。苦手な人はね、マイナスとプラスかけてマイナスなんです。ここの符号だけ注意です。ですか。もう39年目ですから、39年間違える人たち見てきたんで、共通なのはここです。ここしかないです。ここをプラスにした人見たことないです。これ絶対マイナスです。ですか。あとはね、分配法則をここに書けなかった人は見たことあります。前だけ書けて後ろは書けてない人いましたけどね。はい、で7から4引いて 3a マイナス7マイナス6でマイナス 13b ですね。マイナス 13b です。はい、ここあえて書きませんでしたけど今から分配しますね。マイナス 4xマイナスプラスとマイナスかけてマイナス42が 8y。 はい、かけましょう。プラス 3x プラス 15y ですね。はい、でここですね、こことここが同類項です。正負の数マイナス4足す3でマイナス1なんですけど、1かかんでいいでしょ。だからマイナス x ね、マイナス1はかかなくていいので、でマイナス8とプラス15でプラス 7y ということになります。はい、ですか。さあここもかけましょう。3×4 で 3×3 分の1で、でマイナス 6×2 で、でマイナスとマイナスでプラスになりますからね。ここね、マイナスとマイナスでプラス6かけ3。はい、まとめていきます。 12x、 はい、約分しましょう。マイナス y、マイナス 12x、 お x 消えてくれた。プラス 18y ね、プラスとマイナスで x が消えました。この横に1がついてるのと一緒ですから、答えは 17y ね、というふうになります。いいですかね。
あと1台ちょっとやりたかったんですけど時間になりましたので一応ここでやめておきますので、本当俺も2年にみんなが2年のね今日から授業始まるの楽しみに待ってましたから、今日から気合い入れて学校の内容を授業を理解してください。で授業中にさっき言ったように何回も書いて単語を覚えたりね、いろいろしていきましょう。計算も練習していってくださいね。いいですか。はい、じゃあ休憩します。終わります。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さんこれ持ってきてくださいね。教科書とプリント忘れてくださいね。